はい、皆さんこんにちは、リツです。よろしくお願いします。ということで、今回なんですけども、前回に引き続きフォシー、トーカー今回使っていきたいと思います。せーの、こちゃ。はい、トーカーのフォシーですね、見ていきましょう。スキルが丸く前条件の下級ですと、3ターン1200の火炎ダメージを与える。これでこのダメージが自分のキャラコマ1枚付き100上昇、マックスが1500と。で、このスキルベレーズホーリーですね、丸く前条件で2400の火炎ダメージ、1200の回復となっております。はい、ということで、スキル、実質あれですね、実質てか、結構性能としては、進化のウィブサニアに近いような性能ですね。火炎版ウィブサニアっていう感じの性能になっていますと。で、初期値1200ではあるんですけども、多分フォシー自身もね、カウントに入りますんで、となってくると、実質最低1300で、変置きってなってくると、大体他に1枚ねキャラゴマ盤面出てると思いますので、1400ぐらいは出ると思っていいと思いますね。でね、火炎でここまで出れば十分だと思いますと。で、デッキとしてはね、個人的なエデッサで使いたかったんですが、はい、今回ね、クラインなんですよ。なんでかっていうと、制限がついてるからですね。これ多分ね、エデッサと制限ついてなかったら相当やばいキャラになってたと思うんで、今回そこはね、ちゃんと制限ついてますよってことなんで、竜獣デッキで組んできましたよと。で、前回も竜獣組んだんですけども、あれは竜神デッキなんでね、今回は魔竜デッキの竜獣となっております。で、今回はもう一デッキ。はい、今後も使っていきますと。丸く前条件なんで、今後もいけるんですよね。丸く、竜6、あとは神4条件ですね。なんで、このデッキにも使っていけるよということなんで、2デッキ使っていきますと。なんで、まずは、竜獣デッキで、4戦していきまして、で、今後であと2戦していく感じになりますんでね。見たいデッキに合わせて、見ていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。では、早速、フォシー使ってやっていきましょう。さあ、いきましょう。1戦目、相手はイブサニアと、さあ、ユリタメンですね。火炎で燃やしていけると。さあ、まずクラインから使って、おー、来た。フォシー引いてきましたね。これリーダーね、前回と同様ですね。ダラダラ持ってないんでね、クライン使ってますと。別にクラインが代用ってわけではないんですけどね。リーダーパワーは全然、やっぱオーダーって強いんでね。あるんですけど、ダラダラの方が、手駒は回しやすいですかね。リーダーが切れるんで、そこの差は大きいと思うんで、そこ好みに合わせてっていう感じですかね。はい。まずアルカールから入っていきましょう。はい、アルカール打って、ワンチャンもう次、フォシー打っていいまでありますが。できたね、バフちょっと引いて、乗っけつついきたいけど、おお、2手目、ユベサニア。で、これは、アルカルコンボ発動しないんで、どうしようかな。右下 X からいきますか。ウィブコンボもまだ発動しないはずなんで、一旦こっちからいきまして。さあ、お相手さんがどこ打ってくるか。C2 とかに打ってきそうですかね。来ましたね。C2 紬。でも、ここは、ホシー変撃で行きましょうか。左 X に接種量でも強いんですけど。さあ、打っていきまして、もうここで1500出ますからね。レベルあるんで。左 X かなー、これ。左上の X または、一旦そうだね。B4 で濁すのもあるな。X 打つか。ここは近づいにしておきましょう。多分返される気もするんでね、ここ。返されなかったら返されなかったで、近づいて、ね、コンボスキル軽く出るんで、それ打ちつつかな。あ、相手 E4 から来ましたと。これ盤面的に CG 強そうですね。お、いいね。シンク引いてきましたと。打ちましょうか。ほい。さあ、2000ダメージ入っていくと、火炎ダメージ入れて、 OK、 優秀ですね。フォシーシンプルに強いねやってることは本当に火炎版ウィブなんで、ここにね、オーラ引けばバフも乗ってくるんでね、相当強いと。さあ、相手のスピーカーも結構強いですが、ここでオーダー D が発動圏内ですかね。で、燃やしつついきましょうか。なので、こっちからいきましょう。ほい、これ3枚燃えるんでね。で、回復率3枚燃やして、さあ、これで相手どこ打ってもコンボスキルでつながる状況なんで、シンクが開くか、近づが開くか、欲しい開くかなんで、 OK、 これで答えまして、入れてからの近づコンボで勝ちと。これ多分ティポーンで飛ぶんでね。ほい、これ飛ばして勝ちと。
よし、オッケー。まあさすがにこれね、対面有利ですね。さあ行きましょう、2戦目相手混合ですね。さあこれはもうティポアベルに漂っていきたいところ。ちょい自己利気味ですね。まあハイスラ切ってとりあえずルチの辺置きでいきますかね。これはさあ初手ピリか、まあ、ここ一旦ハイスラ切っていきましょう。はい、ハイスラ切っていきまして、マルチの辺置きですね。次のターン、サイックス打ってきましたと。なるほど。まあ右下 X からいきますか。はい、近づれ取って、まあ、間入れつつと。これ消してくるかな相手。ハイサラ、ハイサラ消すか、一旦死にくるか。お、そっちからか。お、いいねー、来たよ。まあ、これ一旦じゃあルチの辺置きしましょうか。ほい、さあ永続火炎ダメージと。でもここ当然 E4 に打ってくるかな。 E4 または C2 ですかね。さあ E4 から来ましたと。まあこうなれば一旦まあ C5 ですね。 C5 にセシリア打ちましょうか。ほい、ダメージ入れて、で相手が多分右下かどうか左下 X から攻めてくる感じかな。これさあどう出るかですね。さすが飛んできちゃった、まずいこれまずいね。トーヤを引いてきた。どうしようかなこれ。この後の盤面考えると一旦 F4 取りたいんですけど、ちょっと怖いねこれ。まあ、一旦こうか、一旦こうしよう。これでダメージ出しつつ、まあこれだとね左下 X 打たれちゃうんですけど、まあその場合、まあ多少ね雷撃ダメージも返せますし、まあただその後ティポンちょっとね置くところを確保しないとまずいので、そこだけちょっとね、イシャル、あ、ここも強いな、それ。どうするか、これは。さあ、火炎バフ引いてきますが。いや、2倍、3倍はさすがにちょっと無理かな、これ受けるの。なんで、あんまり打ちたくはないんですけど、こっちから行くしかないですね、これ。まあ、これは当然角から打ってくる感じですかね。そうなってくると割ときつい。お、そっちからであればダブコンがあると。 1.8 倍3枚返しがあるけど、お、これ強いな。これ角アベルですね、打ちましょう。ほい、さあオーダーシーンも発動しつつ回復も入れて、さあこれ強い。あ、強いな。お、いけそう、急にいけそうっすね、まあ、ティップアベル偉大、やっぱ偉大ですね。極炎まさかねメイとか入ってないと思うんでこれでメイ出てきたらちょっとビビるけど、これ大丈夫と。 OK、危ない。いや、ギリギリでしたねこれ。ここアベル引いてなかったらだいぶ怪しかったっすね。ああ、遅めの星、まあ一応打ちますか、せっかく引いたんでね。はい、これでバフ乗っけて飛ばしていくと。よいしょ、 OK、 ナイス。
さあ行きましょう。3戦前で流血。さあ流血できましたね。あ、事故ったえ、これテンポ切る、いやーどうしようかな。いや、さすがにルチナか。まあ、初手ルチナ打って、まあ、次の引き次第では、ちょっともうティポーンもね、切らざるを得なくなりますけど、やっぱこういうところだよね。こういうところ、やっぱりね、ダラダラの方が強みは出てそうだよね。覚悟はいいかしら。いいね。ベルグレは素晴らしい。まあ、これ、だんだん成り打ちしちゃって、いや、足打ちの方か。これ、なり打ちいっちゃうと、あれか、アベルがね、B の3とかにやってくるんで、それがちょっとまずかったか。まあ、ということで、ああ、それ引くんだったら、まあ、F3 か。まあ、しゃーなし F3 っすね。打ちたくないんですけど、あんまり。いや、ここでね、十字架円1枚出てくると思うんだよな。さあ、星は強いと。これ出てきたらもう消すかーになるな。まあ、来たね。さあ、これ取るかどうかっすね。この引きだったら取っても多分押し切れるんじゃないかな。押しちゃおう。相当火力出るんで、これ強い。さあ、開始4ターンで半分ぐらい持ってきましたよ。で、ティポーンもあるんで、これ多分取っても押し切れそうですね。さあ、ああ、十字架がもう一枚飛んできた。確か自分のキャラコマ1枚につきなんで、一旦左下 X 打ってから、真空コンボ下げましょうか。先に打っちゃうとね、ハイサナの替えの範囲に入ってる時間もね、長くなりますし、コンボの火力もね、3ずれ止まっちゃうんで、一旦こっちから打って、次のターンに打ちましょう。さあ、シーリン打ってきた。さあ、コンボ回復はちょっと気になるけど、まあ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 。さあ、火炎バフも相手引いてると。近づいつか、まあ、これティポーンっすね。さすがにちょっと、もうやっとエチプしちゃって。さあ、3000億からの、やめて。さあ、こっからっすね。こっからっすよ。回復も入るんで、次のターンで飛ばすのはちょっときつい気もするんですよね。で、大出し外しないので。で、手駒近づなんで、ワンチャン次飛ばせない可能性あるけど、一応威圧は効いてるんで、耐えればするはずなんですよね。さあ、よしを打ってきましたと。回復入って、痛い。ここ入れて、ワンチャン引き抜いたら飛ばせる。メイクリア。これはわかんないな。4枚800、どのぐらいだろう。くらいでいいか。飛ばせるね。これでいけるはず。ギリいけんじゃないこれ。回復毒入って、買い物入って。よし、オッケー、危ない。さあ行きましょう。4戦目、アルベルティーネ。さあ、これね、きつそうっすね。一応対策でトイレ入れてはいるんですけど、それ引かないと、ちょっと割とどうしようもない可能性がありますね。アルベルね、ほんとデッキパワーが強いんでね。結構パワーで押し切られちゃうところあるんで。お、これはでかい。あ、で、本当はね、環境考察のね、動画出そうと思ったんですけど、もしね、これ動画見てる人で、今からでもね、11月の環境調整についてね、なんか動画出してほしいって人がいたら出そうと思ってるんですけど、アルベルと周期制限ついたと思うんですけど、個人的にね、夜明けと同じ香りをするんですよね。だからリーダーが強すぎて、なんかその、ね、サブの夜明け1枚封じたところで感がちょっとね、結構あるんですよね。なんで、なんか、アルベルに関しては、なんか夜明けみたいにこう、他の強いデッキ出てきて相対的に下がるか、1年、まあ、経って制限がね、結構積極的にできるように待つしかないかなと、個人的には思ってるんですよね。さあ、まあ、そんなこと言いながら星打ってきましたと。結構強いですね。やっぱここでもね、バフ込みで1500超えてくるんでね、優秀ですね。さあ来ました、黄金ムーブ。ここのね、Bサーベルが強いと。ただ、相手のコンボがメイティスなんで、これ多分消してくるな。
これ多分決してご了承くれな、これ。まあまあ打ちましょう。はい、逃がしません。バフンけてさせようよ。まあこれは消してくるんじゃないかな。アレベルなんでね、多分これで消してご利用してもね、割と火力足りるんで。そうよね、押してくるよね。なんならこっちのオダリをちょっと潰してご利用してる。やめてほしいな。 40%、 いやこれちょっと反転しそうだな。しょうがないか。お、これは強い。これはね、燃やします。はい、それ打って栄えんでダメージ出していきましょう。さあこの状況まで持っていけば、左下 X 打った場合は右上の、右じゃない、左上の X があるんで、そこが強いよと。で C5 打ってきた場合は、まあ、取りつつ欲しいコンボでもいいんだけど、さあそっち打ってきたら左上 X ネルチェーで打っとけば相手消せないんで、そっち打っちゃいましょう。で、さすがにコンボなしで飛ばすることはないと思うんで。いや待てよ、これあれだ、反転するんだ。ただ1200、いやさすがに耐えるよな。まあ一応打っときましょう。これでね、アンチヒール分もちょっとね変えるんで OK。 さあ東洋も設置できたんで、これだいぶ有利ですね。さすがに飛ばないと思うんですけど、タケミカとかでもあいつスキルバツイとか飛ばないか。じゃあこれ多分飛ばせるやついないんじゃないか。あーレベル出てきた。まずここで3枚返しで勝ちと。勝ちだよな。ちょっと飛ぶか心配くらい。あ、そうか、火炎があるか。危ない危ない危ない。これで3枚メルチェールの投薬コンボで飛ばしきれるはずです。いきましょう。火炎もねちょっと入るんで、毒からの火炎、よし、オッケー。さあいきましょう。残り2戦は混合でやっていきます。さあスピカーいきましょう。相手はアナンデッキですと。僕が助けてあげる。さあ初手はとりあえず、まあ、サランから切って良さそうですかね。さあニーブー、まあ一旦サランから打って、手駒の引きはいいですね。テレーズも割とね、いつでも切れる駒ではあるんで。でブランデットの変化が見えてると。さあこれだと成り打ちから進行してきそうですかね。アルカード成り打ちと。でもここで、まあ、召喚後も消したいんで、ブランデット置くかテレーズ置くか。ブランデットで良さそうかな。そうだね、うん、行きましょう。で、まあ、次 C2 テレーズ意外と強そうですね。相手 C2 のテレーズは取りにくいんで、そこを打っちゃうのもありですね。でそのまま進行していくと、相手 D5 があるんでね、 D5 に強い子も置かれちゃうとこっちもちょっと嫌なんで、先にテレーズ打つはあり。打っちゃうか、打っちゃおう。テレーズ打っちゃって、さあこれが強いですからね。マジで魔竜の火力お化けなんですよね、テレーゼ。マジで強いね、これ。さあ右 X 打ってくるか、召喚減らしてくるかですけども、減らしてきましたね。さあこうなるとテレーゼコンボもあるんで、一回繋いでもそうかな。お、いいね、フォーシー引いてきたと。これ置いちゃおっか。はい、さあフォーシー置いちゃって、さあ火力ガンガン押していきますよ。さあテレーゼの火力入れてきまして、さあ吸収毒からの欲しいの買い物入れて、 OK、 強いよ。さあこれ相手どこ取ってくるかな。さあカラカラ来ましたと。右 X 打ちますかね、これは。あ、強い。めちゃくちゃ強いなこれ。まあでもこれは守護者でも良さそうかな。いやどうしようか、悩ましいですね。なんならスピカー打っちゃうまであるけど、これ
まあルラ打っていいか。はい、ここにルラ打って回復入れちゃいましょう。さあ吸収回復入れて毒も入れて、さあこれで相手ね、ルラのコストを飛ばされるんで、あれだけしてくると。ただそうすると星残るんで、それ込みで飛ばせるんじゃないかと。でこれはあとスピカをね出せば飛ばせるんで、行ってきましょう。おい、いやこの構築も強いですね。もう火力火力火力の構築ね。テレーゼとホシーとルラでね、もう火力ゴリ押し混合いいっすね。さあラスト行きましょう。アルベルティーに来ましたね。さあ強いこれはテレーゼからかな、さすがに。テレーズから入って2ターン火力出していきまして、いや初手から超えてるのマジ強いなこいつ本当に強いな。でこの手駒であればもう成り打ちからいって E4 にねもうルラとかコンボ強い駒置いて押しちゃう方が良さそうですかね。まあここは守護者で押さそうと。ほい、打ってテレゼも一体入れて吸収毒と。 OK、 さあ D3 と変容器の選択肢ありますが、あそーれまずいこれトイレ入ってたっけな。いやちょっとそれきついな。いやーこれでもしょうがないか、消してもだもんなこれ。そうだね、まあ、一旦もうルチの辺置きして、まあ、これはもうちょっと E6 は打たれる覚悟で行くしかなさそうですかね。塗ってきましたね。しかもくさびの供給もさらに増えてくると、これきついね、強すぎ。まあレラかな、レラ置いて、はい、雷撃回復火炎と。まあ削りは悪くないね、ただちょっと相手の押してくるスピードがだいぶ速いんでそこだけ不安ですけど、 D に力もしないかな。そこのライダー強いな。これサランでも良さそうですけど、おいいね、来た、来ましたよ。さあ星打ってで回復取って入れて、でライラコンボつながれても一応サランで多少回復入るんで、それでも一旦耐えれないかなって感じですね。でそれ以外のとこ打ったらまあそうだね、 A2 とかだとレラコンボつながるし、左下クサだと星のコンボであのブレイズホーリーがあるんでね。あ、ちょ、まずい、まずい、まずい。それまずい。でも消せる位置なんで、まだマシかな。いって。まあ、これは回復で耐えるしかないですね。ほい。さあ、サランの回復、頑張れ。お、結構回復する。いいね。これはこれ耐えじゃないですか、これ大丈夫そう。これ、数まずいかな。いや、数でもギリ。耐えそうだけど、どうなんだろうこれ。まあ耐えてしまえばあとはスピーカー出せば OK ではある。あ OK じゃないかもしれない。いやでも貫通するから大丈夫か。さあこれで回復ちょっと入るけど、バフ3枚プラスこれデガよりはあれだね、雷撃なんでミーケの方にね火炎が入るんで多分大丈夫だと思う。さあ3枚返し、通常も結構通っていけ、ラッキーカーの火炎、よし OK、 危ない、よしよしよし。はい、ということで今回ですね、星の統括使ってきました。いかがでしたでしょうか。まあ強いですね。
はい、これも進化同様に、ね、結構言ってることはシンプルなんでね、まあ、火炎版ミブサニアっていう、まあ、どう考えても正々なのであるん でやっぱり打ってて思ったけど1300で出す場面ほとんどないですね。だいたい1400以上出るんで、もう、まあ、めちゃくちゃ強い子までいいかなというふうには思いますと。やっぱ竜獣で運用してバフ乗っける方が、まあ、その恩恵、火炎の恩恵というかは大きいと思うんで、まあ、竜獣運用が個人的にはおすすめですかね。まあ、ここのシンクの枠をねフレフレで変えたいとかあると思いますんでね。はい、あとはリーダーをナラダラで変えてってやれば結構強いデッキになると思います。はい、で今後ですね、今後もありだと思うんですよね。こういう火力もご両親編成にしてもいいと思うんですけども、やっぱりねフルフレアがいるんで、ここの枠フルフレでテレーゼトゥーレの方が安定はするかなとは思うので、まあ、ここまで好みではあるんですけども、いろいろ試してみてくださいってことで、今日も最後のご視聴ありがとうございました。感想などありましたらコメント欄によろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。